はい、それでは第3回ウェブキンハウス方言クイズ始めたいと思います。イエーイイエーイイエーイ。さあ、ツアーに向けてですよ。はい、ここは押さえときたいという場所を持ってきました。はい、どこ。やっぱりね、僕たちの第2の拠点といっても過言ではない。おお、ほうほうほう。翔吾さんが絶対に正解してほしい場所でございます。福岡か。そうです。ああ、やはりね、僕たち大阪で始まり、うん、なんなら東京よりも先に福岡の動員数が伸びました。そうだ、そういうバンドです。はい、つまり僕たちはこれからも福岡を愛し、博多のお客さんをどんどん広げていこうと。はい、やはり博多を愛していることを証明するために、はい、方言クイズもしっかり正解していただきたいなと思っております。はい、はい、よ。それでは行きましょう。レッツラゴー、ベビキン。はい、では第1問。えい、これ仕切る？俺が？いいっていう。あ、どういうことやろ。これ仕切る？これ方言でございます。あ、仕切る？あ、これ仕切る？お前仕切ってるね。あ、そうそうそう。仕切ってるね。これ仕切る？これ方言第1問でございます。それよかったよ、さっきの俺が。当然ね、そういう意味じゃないんですよね、これ仕切る。だから今から俺、あの、私が仕切らせていただきます。仕切るじゃない仕切るが。そうです。あるってこと。ん？ヒントなしやろ、そんな。なしな。そうよ、翔吾さんは博多を愛してるから絶対答えるよ。え、それ文章、単語、文章、文章、これ仕切る。うん、今疑問形で言いましたけど、これ仕切る。疑問形か。俺これ分かってるの。これ仕切る。分かった気がする。聞いたことないけど分かった気がする。5文字で文章が成立します。ああ、5文字。これ仕切る、だから6文字かな。え、それも5文字。これ仕切る、クエスチョン。クエスチョンやったら6文字か。これ仕切る、クエスチョン。え、ちょっと待ってよ。え、その正解も5文字でございます。え、マジで。いや、でもね、やっぱり面白い答えが期待したいから、あんまりヒントない。え、これも入れて。これも入れてやけど、はい、でもまあ、なんていうかな、でも、答えてほしいな。あ、合ってる、合ってる、合ってる。これ、やっちゃいますよ。すいません、これで分けんのか。さあ、それは一言なのか、これ。それはちょっと分からへんけど。分かったかも、これ。俺さ、はい、大阪あるじゃん。大阪あるん。でも確かに博多弁を調べてて思ったことは、うん、結構これ全然分かるなみたいな言葉が多かった。その中でも私が分からなかった問題なんで、もしかしたら大阪とかは使う可能性もあるけど。飲み会とかで使う。いや違う。あれ、違う。あのね、め俺的ヒントいる。いや、大丈夫。ちなみに当てるかどうかわからない。いや、トラ的ヒントちょっと欲しいな。ちょっと YouTube 的には欲しいな。俺、トラ的ヒントタイムって出すから。飲み会とかに使われたっけ。うん、バーテンダーなら使うかもしれない。あー、なるほどな。うん、バーテンダーも使う。やろ。うん、合ってるわ、多分これ。定食屋さんの方が。定食屋さんも使う。うん。さあ、それでは誰から行こうかな、誰から行こうかな。まあ、翔子さんが一番最後にして、うーん、一番自信ありげなのはトラマルさんからいきましょう。はい、それではお出しください、どうぞ。はい、これ測る。これ測る。うん、どういうこと。あの、測りで測る。そうそうそう。測りますか。あ、これ測りますか。測りますか。ここを測りますか。あー、なるほど。うん、これバーテンダーどうやって使う。え、バーテンダーどうやって使う。あー、量。量。あー、これ測る。うん、はい、シキさん、お答えください。これ分ける？これ分ける。ああ、なるほどね。仕切っていくだろうな。そうそう、仕切っていくから分けるっていうことだな。はい、翔子さん、お答えください。どうぞ。何のこれ式？うん。の式かなと。うん。で、こんなもんがじゃあ足りてる？ああ。これ足りる？着眼点は翔子が一番良かった。あ、ほんま？うん。何のこれ式？いや、何のこれ式やと思って。確かにそうかもしれん。はい、では、正解を歌います。はい。これできる。あ、なるほどな。そういうことか。できる、できる。で、できるの仕切るって言うの。これ仕切る。うん、これ仕切る。だから着眼点はめちゃめちゃ良かった。今日これなんだけど、あ、なるほど、そこから来てるかもしれへんわって思った。うん。いや、やっぱり博多を愛してるんでね、翔子さん、真剣に考えてるところ伝わりますよ。そう、真剣に考えてる。毎回考えてんやけどな。ベッピーキー。うん。それでは、第2問。え、こまめて。ずいぶん可愛らしいですね。こまめて。こまめて。うん。こ
コマメルーでもいける、もしかして。コマメルでもいける。おお。ちょっと分かりづらいけどな、普通に。コマメルでいける。もうなんかこれしか出てこないよ。ヒント、これな、ヒント、ノーヒントでいけると思う、うん、これな、確かに分かる。コマメル、コマメル、多分使えると。これしかないわ。これやと思う。これ下手しいよ、俺あの福岡で聞いたことある。マジで、なんか、うん、フィーリングで感じたものが一つしかないから、フィーリングで答えると思う、うん、マジか。じゃあ、マジか。まず自信が全くない、しきさん、答えください、はい、どうぞ。片付けて、片付けて、あ、着眼点は良さげ。あ、マジで。じゃあ合ってるわ。はい、トラマさん、うん、どうぞ答えてください。まとめて、まとめて、着眼点は良さげ。違う。翔さんお答えください。混ぜる、混ぜる、着眼点は良さげやけど、正解は両替して。あー、だから混ぜて、うん、まとめて、わかる。だからこちっちゃくしてってことだね、コマ見てから。うん、なるほどね。両替してやられたね、これは。これやられたな。これはすごい面白いなと思ったんだよね。そんなの言うんや。トトトトが来ると思ってたな。ね、トトトトって。いや、博多ってなんかトトトト。あ、はい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 。あれ語尾やからな。そうそう、トトトト。あ、そうなの。しまった。え？トトトト、どういうことや。トトって何言ってんねんやろ、この人か。よくあるやん、おっとっと、トトってって言っとったのに、なんでトトってくれんかったとみたいなやつあるやん。あ、なんとかしとったと？のと。のとだろ？うん。なんかあれよく分かってなかった。でした。あ、そうなの。とっていうのは何やねんやろ。ですなのか、ですかなのか。ダッチャと一緒や、ダッチャ。ダッチャと一緒か。うん、ダッチャと一緒や。あ、言い方で変わるけど。ござるでしょ、ござるでしょ。ござるって聞くか。ござるかって聞くか、ござるって聞けるかね。言い方ね。そう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 。ベビキン！さあ、それではラストの問題です。はい。はい、博多弁、ここはビシッと正解して終わりたいですね。はい、そうですね。発音が合ってなかったらすいません。いきます。やおいかんやった場合なんて。やおいかんやった場合、やおいかんやおいやおいかんかんやったやった場合、やおいかんやった場合、やった場合わかんやん。なんとかなっただったよって感じや。やおいかんやった場合、もだはやおいかんやな。多分なんかやおといかんに混ざって分けられる気がするんだよな。さあ、いかんやったわい。こうかな。これ、うん、ちょっと真面目にいった。お、うん。行きたいと思います。ではまず順番に行きましょう、うん、トロマさんお出しください。はい、てん、お前はめっちゃよくやった。おお、なるほどね、なるほどね、うん、それではしきさんお出しください。逆、お前それやったらあかんやん。お前すごいな。おお、すごいな。だいたい思考回路一緒ってことでしょ。はい、ではあの、ね、ショーさんお出しください、はい、皆さん想像も、うんうん、博多弁知らなさすぎる、うん、はい、最後のやった場合、うん、そこは何々でしたやん、なんとかでしたっていうふうにつながるから、うん、やお、とても、うん、いかん、ダメ、うん、でした、とてもダメでした。うわぁ、しょうごしい、うちでほしいの。正解は、はい、とても大変でした。あー、そういうことか。いかん、いかん、でも、まあ、うん、まあ、いい感じ。もうめちゃめちゃ欲しい。もう三角マイナス1点ぐらいの感じよ。やだ、ゲストで言ったら。いや、さすがでも、しょうごさん、これは正解に、真面目に考えたら正解できるんやなってことを、わかりました。博多愛が伝わってきましたね。それでは次回の福岡ライブを皆さん楽しみにしてください。バイバイ。バイバイ。